太りそうと思われがちな食材が実はダイエットにも良いことをご存知でしたか？これを食べたら太るんじゃないのかなと一般的に思われがちな食材の中でも実はダイエットに向いている食材があるんです。この動画をご覧いただきますと、実はダイエットに向いている食材が分かって美味しく食べながら綺麗に痩せることができるんですよ。それでは本題に入ってまいりましょう。ではポイントです。その食材とはこちら、ゆで卵なんです。でこの卵と聞くとですね、コレステロール値が高いんじゃないのとか、または、高タンパク高脂質な食べ物だよねっていうイメージがあると思うんですね。確かにそうなんです。高タンパクで高脂質なんですが、ちょっと待ってくださいなんです。なぜこの卵がダイエットに向いているかというその理由について今からお伝えしていきますね。まず、タンパク質ですから、もうとにかくあなたのですね、筋力を上げてくれるわけなんです。で筋力が上がれば代謝が上がるわけですから、イコール痩せ体質にもなりやすいということ。そしてそれだけではないですね。実はですね、そのコレステロール値を低くしてくれる効果もありますし、でまたそのタンパク質がですね、あなたの食欲を実は抑えてくれる役割もしてくれるんですよ。これありがたいですよね。また実はその高タンパク高脂質ですが低カロリーです。カロリーすごく低いんですね。ですので、甘いお菓子とかを食べる代わりに、私はですね、このゆで卵、おやつ代わりにね、よく食べるんですよ。でなんといってもこの栄養価が素晴らしいんですよね。もう食物繊維とビタミン C 以外の栄養が全部この卵に詰まっているというですね、もう超スーパー栄養食材がこの卵なんですね。でここで食べ方です、事例ですね。とは言ってもですね、やっぱ食べ過ぎてはいけません。だいたい今ダイエット目的でいらっしゃれば1日に1個までが目安として取られると良いと思うんですね。でまたいろいろお砂糖とかいろんなもので味付けせずに、もうポイントはもうこのまんま、お惣菜のままを食べていただくと、カロリーも抑えることができますし、なんといってもお体に負担をかけないということになりますので、ぜひ取り組んでみてくださいね。では今回の動画のまとめです。もしかしたら、今までですね、卵食べたら太るんじゃないのと思っていたあなたへ、安心してくださいということ、この卵を、召し上がっていただくことで、あなたはこのように筋力がついたり、また脂肪を、そのコレステロール抑えてくれたり、また食欲を抑えてくれたり、実は低カロリーなんですよということがお分かりになって、安心して召し上がることができると思います。さあ、いかがだったでしょうか。このチャンネルはこのようにさまざまな腸活の方法をお伝えしていくことで、女性が健康で綺麗に痩せるための情報を毎日発信しております。ぜひ高評価ボタンやチャンネル登録をしていただいて、どしどしご参加ください。とても励みになっておりますし、嬉しいです。それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。